長谷川二郎兵衛は三重県松阪市出身の伊勢商人。長谷川二郎兵衛と表記されることもある。歌川広重作、東都大伝馬町繁栄の図。両側に長谷川の染め抜かれたのれんが描かれている。長谷川本家は丹波屋という屋号を用いた。寛永12年、一族のものである布屋一衛門が日本橋大伝馬町で木綿売買を始め。 慶安2年には二代目丹波や二郎兵ア安が江戸に出て一衛門の商売を助けた。本家三代目の正幸も同様に布屋で研産を積み、30歳で独立して木綿仲買の店を開いた。上京三年には大田町の木綿問屋70軒が木綿問屋に改められた。総院は後に店を支配人に任せ、京里松坂へ戻った。この頃に、 長谷川家の資産は1万7千両に達した。元六十五年には、長谷川右衛門が、勢い集、美集木綿を扱う新店を構え、京方十年には文家である、亀谷武史江門が木綿店を開業、元文三年には、文家恵比寿や六郎次が店を開き、資産は4万9千両に達した。天明二年、六代国吉が大伝馬町に、 無回転を新設して五天体制となり、資産は15万両を数えた。安政4年には、長谷川次郎兵衛が、岡瀬組に加入する。この頃から、長谷川家の経営に、陰りが見え始め、たびたびの上納金に苦しめられる一方、文化三年には、江戸店が全焼。経営悪化により、本家も、緊縮財政を余儀なくされた。明治維新頃の多難な時期を経て、 経営は安定に向かい、明治42年には11代目定塗りがガラス店という新業態に進出した。大正7年には5店を統合して株式会社、長谷川商店を設立するが、大正12年の関東大震災では東京店が全焼。定りは文化人としても知られ、特に徘徊を好んだ。また、餅が好物で、全国各地の餅に関する収集は、 数千点に及んだ。大正9年、帝のりは、敷地内に、餅の博物館、餅社を開館して、コレクションを公開し、松坂名所の一つになったが、昭和16年に閉館した。第二次世界大戦後の昭和45年には社名を、丸山長瀬川に変更し存続するも、平成26年に、会社は解散し、その歴史に幕を下ろした。 長谷川二郎兵家の旧宅は三重県松阪市に現存しており平成25年4月1日に長谷川家から松阪市に寄贈された平成28年7月25日付で国の重要文化財に指定されている平成31年に規定する休日に当たるときはその翌日と12月30日から翌年1月2日までである春季企画展 令和2年3月18日から6月14日、廃人長谷川稼働と、持ち者コレクション松阪市観光協会 Q、長谷川亭松阪市ホームページ。ありがとうございます。